こんにちは。チキンチャンネルの藤田です。と、春です。僕は今日ちょっとね、夜勤明けで、ね、さっきまで昼寝してたんですけど、なのでもう夕方で、今日はちょっと出かけたり、公園でね、公園に散歩に行ったりできないんですけど、なので、ちょっと短い動画になってしまうと思うんですけどね。はるちゃんとの会話でも撮ろうかな。はるちゃんどうする？撮ろうか。午後からね、曇りと雨マークがついてて、ちょっとね天気も悪そうです。はるちゃんはね、すごいね、言葉に対して返事をしてくれるようになりました。ふーちゃんがからちゃんがふほって言ったな。はるちゃん見てんの、見てんの。はるちゃんじーっと顔を見てくるんですよね。あの電車とか乗ったら、幼いね、あの幼児たち、幼児っていうかな、まだ3歳ぐらいの子とか2歳3歳の子ってずーっと目を見てくるじゃないですか。こっちがそらすのか相手がそらすのかっていう時あると思うんですけど、はるちゃんもねずーっとこう正面からね、これカメラ見てくれる？じーっと目を合わすんですよね。そう、さっき僕の顔をじーっと見てたらね、さっきまで武将髭が結構生えてたんですけど、髭つつかれました。これ草じゃないしな、美味しそうかなと思って試しに ついたんやな。まずいやな、おっさんの髭なんかな。あ、はるちゃんが今見てるのはね、このね、自撮り棒のこのやつ。これダイソーの300円の自撮り棒でね、まだ三脚がついてるようなやつは買ってないんですけど、これ気になってねな、これ。これは食べれませんよ。ほら、美味しないやろ。これ美味しなかった。どうやった？美味しなかった。まあちょっとね、お知らせというかニュースというか、ここで言ったらもったいないんですけど、今日ね、はるちゃんとかなちゃんの関係が劇的に改善しました。急にね変わったんですよ。ふーちゃんはねまだあんまり変わってなくて、たまにちょっと追いかけたり、追いかける素振りっていうかな、こう威嚇みたいなことをするんですけど、変わって聞いてる。そう、かな、あんなね、あんだけ意地悪で追いかけて背中続いてたかなちゃんかな、すごい優しくなったよな。びっくりした。ゆーちゃん、ちょっと待っといてな。待っといてや。そう、この週末からね、ケージの位置、今ちょっと前出してるんですけど、この奥に書いて隣にしたんですよ。いつもできるだけ近くにいた方がいいかなと思って、でね、一緒に寝たら仲良くなると思ったんですけど、まだ一緒に寝るのは無理なんで、いつでもそばにいる状況を作ったんですよね。で、平日はね、僕もいないんで、朝早くて、あの鳥たちが騒いだら困るので、週末に一回やってみたかって、そろそろ大丈夫かなと思って、ケージのそばを、ケージをね、そばに置いたんですけど、そしたらね、かなちゃんがなんかね、家族のように心を開いたというか、追わなくなったんですよね。あなたはもうちょっとかかるかな。まだ1日目なんですけど、しばらくね、様子を見たいと思います。出ておいでよ、ふーちゃん、かなちゃん、出ておいで。やっぱ人んちのご飯美味しいか。お待たせ、はるちゃん、英語してた。この柄がね、こうドアップでゆっくり撮るのも初めてやな。なんか鳥肌が立ちそうなほど綺麗なんよな。
お待たせ。膝の方に来る？大丈夫。あくび？おえーってなった今、緊張して。ちょっと降りようかしたな。おやつはもうないです。さっきあんた全部ミルワーム食べたでしょ。コオロギも、あ、フーちゃんも出てきた。ハルちゃんは、ね、ここなんですよ。ちょっとね、芝とね、今芝、庭を全面には張ってないんですけど、花を追加でね、植えました。ちょっと植え立てで汚いんですけど、ちょっとごちゃごちゃしてますけどね。ということで、かなちゃん、ふーちゃん、明日散歩行こうか。ドライブでもいいな。かなちゃん、ふーちゃんどこ見てんの？かなちゃん偉かったな。そうや、何個か前にね、ネズミが映ってるってご指摘いただいてたんですけど、10日ぐらいかかったかな。ここに罠を仕掛けててね、今も罠取ってるんですけど、ネズミは無事に捕まりました。今回のネズミは結構ね、警戒心が強くてなかなか捕まらなく、ね、殺素剤もなかなか食べなかったんですけど、ね、やっと捕まえることができました。一応ね、花道、これ通り道をね、作ってるんですよ。あ、とっ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 と、飛んで思った。よいしょ。今日の夜勤はね、クリスマス関係でね、の仕事でちょっと、職場ではガーデンシクラメンとかね、クリスマスっぽい花がいっぱい植わってるんですけど、我が家はまだまだ夏です。僕は夏生まれなんで、ハイビスカスもね、咲いてます。ちょっとかじられてるけど、おしゃべりしてんねんな。すごい、あなたこんなおしゃべりやったんやな、はるちゃん。くしゃみ。じゃあまたね、またね。あれ、ふーちゃんどこ行ってた？またハルちゃんとか入ってんの？ふーちゃんのケージここにする？そんなそこ好きやったら。じゃあね、ふーちゃん。